皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は超次元ゲームネプテューヌシスターズ VS シスターズのファミ通紹介をしていきたいと思います。さらに進化した爽快な戦闘システム、アクションと戦術を融合させたシステムです。戦闘中はコンボスキルとタクティカルスキルを繰り出せます。コンボスキルはボタンで発動するアクションで、発動後に他の味方に切り替えて連携チェインをつなげられます。またタクティカルスキルは専用のゲージを消費して放つキャラクター固有のアクションです。ゲージは時間経過で溜まるので、溜めている間は他の味方を操作すると効率的です。バトルを盛り上げるエグゼドライブ、シリーズでおなじみのエグゼドライブは専用のゲージを消費して発動できるキャラクター固有の必殺技です。発動時は派手な演出が挿入されて、立ちはだかる敵を一掃できます。この必殺技の他に、本作はパワーアップシステムの女神化も実装しています。発動中は見た目が変化して、一定時間パラメーターが上昇する上に、コンボスキルも自由に発動できて嬉しいメリットもあります。 3D で表現されたバラエティ豊かなフィールド、市街地、草原、沼地、森など 3D で表現されたバラエティ豊かなフィールドを冒険できます。またネプテューヌの街中を自由に歩いたり、プラネタワーの内部を探索することが可能になりました。プレイステーション5版ならコントローラーに搭載されたハイテックフィールドバックで臨場感がさらに上がります。開発状況は 70% で、今回のネプテューヌ作品は久しぶりにシスターズが主役となって登場です。彼女たちのけなげに頑張る物語に乞うご期待くださいというプロデューサー兼ディレクタープロデューサーさんとディレクターさんの安井ひかるさんがそうおっしゃっておりました。美しくなったシスターズがフィールドで暴れ回ります。まあ、結構この4人をどう使うかが鍵を握りそうですね。まあ結構現代的な建物が多いですね。まあそんな感じで、今回はこの辺で超次元ゲームネプテューヌシスターズ VS シスターズのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。